岩ラミ属スケットシサフラグマシブイズクはアジサイカに属する分類群の一つ。ツルになり、カジョの外縁を飾る装飾下が一辺のみである。岩ラミ、カジョの拡大ズルになる木元で落葉性。枝の断面は丸く、中央に丸いズがある。一年経過した枝では樹皮が縦に裂け、短冊状に剥がれる。溶根は逆三角形で。 三個のイカンタバートがある。トウガは卵型で、二から四体の褐色の鱗片に包まれる。葉は、体勢、白葉はない。葉平があり、葉心は、単葉で、縁は、滑らかか虚子がある。花序はその年の枝の先端に出て、三房状で周囲には装飾毛が並ぶ。装飾毛は不実で、学編は一枚のみ。普通花は、両生毛で小さい。学糖は、 脂肪と融合して、鼻筒を構成。学列片は4から5、小さいが果実にまで残る。花弁は4から5あり、基部ではそれぞれ分かれているが、先端ではくっついたままで、帽子状をなし、開花の直後にまとまって脱落する。湯水は10本、花糸は長い。花中は単一で短く、先端が頭上に膨らんでいて、その部分で4から5に裂けている。死亡は半開。 果実は、果てで、桃園水系、あばらが10個あり、それぞれの間で避ける。種子は線形。東アジアに数種がある。日本には、以下の種の実が知られる。アジサイ科のものは、脂肪を構成する心側の数だけ種髄があるのが、普通で、本属のように、中東以外は融合しているものは、多くない。また、花弁が帽子状にまとまって、開花直後に脱落するのも独特である。 これらの特徴は、島行きカズラ族と共通している。この族は、本族と近縁と考えられているが、この族では装飾毛がない点で、はっきりと異なる。なお、外見では、アジサイ族のツルセイの種に似て見えるが、装飾毛の学編が一枚だけであるのが良い見分け点となる。スケットスサフラグマトロピコスハット、スケットスサフラグマザプラントリスト以下、主として、サタケホカ。 P165、北村、村田、P109、北村、村田、P109 大場、P290 佐竹ほか、P158、ありがとうございます。